回は弊社が使っている製品の中からハンドラベラーを紹介したいと思います。ハンドラベラーは数字や文字をラベルに刻印してシール貼りをする製品です。ハンドルを片手で握るだけでラベルが1枚ずつ連続で送り出せるのでスピーディーに作業ができます。では詳しい使い方を見ていきましょう。まずはラベルをセットします。上部、下部それぞれ開けておきます。次に本体上部のラベルホルダーにラベルをセットします。ラベルを通しやすいよう先端部分を少し折り曲げておき本体の中にくぐらせていきます。下まで通し終えたらまず上部のラベルホルダーを閉め、次に下カバーを閉めます。最後にラベルの先端部分をこの矢印が示す部分に挿入します。差し込みやすいよう5、6枚剥がしておくのがポイントです。ラベルのたるみがなくなるまで数回ハンドルを握ります。たるみがなくなるとシールが出てきますので印字のズレをなくすため 2、3 回試し打ちをして準備完了です。ラベルの種類は食品スーパー向け、小売店向け、製造工場向け、病院向けなど豊富に取り揃えております。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。以上、ハンドラベラーの紹介でした。